ヒントあげて。ヒント、ヒントね、で、クローゼット。鬼かよ。ヒントじゃなくて答えじゃないですか。だって、絶対見つからんもん。お寿司食べよう。一番誰も手つけれるかもしれないけど、はい、クッキーさんが2つ目に見つけた箱には家主のアルバム発売日と伊達の遊びカフェのオープン日を足せということで720と416を足しまして、いくつ？鍵が開いてるか見ると1136で開きます。エビアボカドを押すとエビアボカドで開くと、この部屋にある残る黒い箱を探せと出てきますが、これはですね、片付ければ見つかるんですけども、完全に片付けを今やめましたので、見つかりません。いや普通にね、奥に手入れたらあるよ。ガッて奥に手入れたらあるよ。すごい、黒寿司で大渋滞してる。いや、白い棚の下に白い棚あるじゃん、それの上なんだけど、紙袋の奥っていうか、なんていうか、このあたり。どうしよう。いやー、皮つかなかったな。え？結構頑張ったけど。もうちょっと余裕がある。いや、人だな。人が足りてないな。3人でやるのがもうだと。やはり後輩たちを呼びてる。後輩たち呼んだら来てくれたかな。それも先輩に人望があるかどうかな。入ったそうです。あ、よかったね。どう、何がある、なんて書いてある。何したっけ、次ここに届いてた時間がある。048-297-7111に電話していちごデコレーション14cmの値段を聞け。あ、はい。いや、ダメでしょ。あ、そっか。まあでもいっか。いや、ダメです。店名が入っちゃう。あ、そっか。でも電話番号今口で言ったよ。あ、ほんまや。ピーって言う。ごめんは、ごめんしましたかもね。